はい、平成24年8月22日にですね、公布されました、法律があります。被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律と、こういった大変長い、名前の法律なんですけれどもね、この法律がいよいよ平成27年、本年10月1日からですね、施行をされます。でこれによってどういう法律かと言いますと、公務員の方々とかですね、あるいは私立学校の教職員の方々も、厚生年金に、加入されることになりますと、10月1日以降ですね。でこれによって、公的年金のいわゆる2階部分、1階建て2階建てのですね、2階部分、については職業によらず、厚生年金に一元化されるということになります。それで、本年11月1日以降はですね、これによりまして厚生年金保険の被保険者が4つに分かれるという形になります。名前はですね、第2号被保険者、第2号厚生年金被保険者といわれる方々がですね、これは何かと言いますと、国家公務員共済組合の、組合員たる厚生年金保険の被保険者と、国家公務員の方ですね。で第3号厚生年金被保険者、これはですね、地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者ということで、地方公務員の方々ですね。で第4号厚生年金被保険者、こちらは私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者ということで、私立学校教職員の教職員の方々ですね、教員の方々、教職員の方々ですね。で、あと第1号厚生年金被保険者と言われる方々があって、これは今までの3つ以外の厚生年金保険の被保険者という形になります。ですから現在ですね、平成27年10月1日前の段階で単に厚生年金保険の被保険者と言われているような方々、民間の会社のですね、役員さんとか従業員さんについては、平成27年10月1日以降はですね、第1号厚生年金被保険者と、こういう形になります。